すると堀江君も高校の時からうちのセンターに来てもらっていまして、でこうなかなかボウリング場で働いていると、特にプロボウラーなので、理解ある奥さんじゃないと、大変なのかなと思っていましたら、いい方を見つけられてよかったと思います。末永くお幸せになっていただければと思います。それでは、本日は、4ゲームとなってますので、皆さん最後まで楽しんでお帰りください。堀江君の方が全部商品を用意しまして、抽選賞、参加賞、ニアピン賞、当該賞など大変豪華になってますので、皆さんよろしくお願いいたします。それでは、本日、主役、の2人を紹介したいと思います。まず、堀江真一プロ、あとは、あずささんです。それでは、まず、堀江プロの方から一言。皆様こんにちは、当センター所属の堀江真一です。本日はこのような、大会に参加していただきまして、本当にありがとうございます。また、優勝出演していただいた、相澤プロ、谷合プロ、麻生プロ、本当にありがとうございます。ですね、まあなんか こういう大会を本当はやろうかどうか迷ったんですが、いろいろな方からやらないのと、いうふうに、言われ続けまして、もう私もやろうかっていう感じで、始めました。まあ、4日でソールドアウトしてしまって、本当にびっくりするぐらいなんですけども、これから、夫婦ともども、仲良くやっていきたいと思いますので、温かい目で見守っていただければなと思います。本日は本当に短い時間ですけども、商品などを少し、ご用意していますので、皆様楽しんで帰っていただきたいと思います。本日はよろしくお願いします。じゃあ、せっかくなんで、あんまりあのトップがないそうなので一言だけ。ご紹介に預かりました堀江あずさと申します。よろしくお願いします。来年も今年も堀江プロがシードプロになれるように、私生活ではなるべくプレッシャーを与えないようにしていきたいと思いますので、皆さんも堀江プロの応援を引き続きお願いいたします。それでは、本日お祝いに駆けつけていただいたプロボーラーの方を紹介したいと思います。まず、当センターで、いつも活動してもらっている、麻生義典プロです。麻生プロも実は、奥様は、うちのボウリング場で、投げていらした方ですので、先輩なのでよくアドバイスをしてくれると思います。それでは一言お願いします。皆さんこんにちは。中にお久しぶりの方もいると思いますが、まず堀江プロ、麻生さん結婚おめでとうございます。すべての楽をお幸せにやっていってください。まあ、堀江君とはいろいろ、まあ、大学時代からの先輩後輩ではあるんですが、最近堀江君がマンション買ってなんと同じ町内のご近所さんになってしまいまして、まあ、ますます身近な存在ではあるんですが、まあ、これから、まあ、ご近所さんとも、ね、長くやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。では皆さん本日よろしくお願いいたします。麻生さんご結婚おめでとうございます。お付き合いといってもですね、まあ、お友達って言ったらおこがましいんですけれども、神奈川の、プロとして、大変仲良くさせていただいているというのは事実だと思います。非常にね、こういった、お祝いの場所にですね呼んでいただいたことをすごく嬉しく思っております。2人はですね、今日から人生のミックスダブルスを始めるということですので、ストライクをたくさん続けるのかスプリットの連続なのかわかりませんが、スプリットが出たらですね、この皆さんで、何とか応援してあげてですね、スプリットメイドして、幸せな人生を最後まで送っていただきたいなと、思います。これは皆様の力もかかっていると思いますので、私も、応援してい、きたいと思っておりますので、その辺皆さんも、よろしくお願いいたします。今日は、楽しんで帰りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
皆様お忙しいところご参加いただきありがとうございます。堀江プロ、あずささん、ご結婚おめでとうございます。練習ボール最後の投球でちょっと演技の悪いものを出してしまったんですが、2人は絶対こうならないと思います。はい。心は優しいけど、目線がちょっと怖い堀江プロ とても若作りなあずささん年齢は言いませんから、はい。とても2人とも、いい人で、堀江プロは後輩の自分も、とても可愛がってくれています。あずささんはきっと早く優勝して美味しいお酒を飲ませると思っていると思いますので、今後の堀江さんの、活躍にも期待して、それに負けないように自分たちも頑張っていきますので、これからも、堀江さんともども応援よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは、お祝いの、花束を、昨日のスタッフ一同と、あとお客さんから送っていただいたものがありますので、贈呈させていただきたいと思います。新一さん、あずささん、ご結婚おめでとうございます。先に結婚されてちょっと寂しいんですけど、これからも僕の相手もぜひしてくれればと思います。堀江さん、堀江プロはこれからも、ね、いい良き伴侶を得て、すごく頑張ってシードも落ちないで頑張ってくれると思いますので、ね、ぜひ支えてあげてください。これからも背中を幸せにしてください。新一
ちゃん、あずささん、ご結婚おめでとうございます。これからも、2人で幸せな家庭を築いてください。はい、OK です。はい、もういいんですか。堀江プロ、ご結婚おめでとうございます。これからも2人でボーリングを、末永く頑張ってください。堀江プロ、あずささん、ご結婚おめでとうございます。急遽こういう形になって、なんか一言っていう話ですけれども、まあこの間ハマボールに来ていただきまして、ボーリングしていただいて、夫婦仲良いところで嬉しく思います。まあこれからプロボーラーとしても、また一家の長としてもご活躍今後とも末永いお幸せにしていますので、頑張ってください。